デビン・ジョージはアメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス出身の元バスケットボール選手。身長203センチメートル、体重106キログラム。ポジションはスモールフォワード。デバンと表記されることもある。ミネソタのオーグスバーグ大学卒業後、1999年の NBA ドラフトでロサンゼルスレイカーズより1巡目23位で指名されて NBA 入り。 タフなディフェンス、投資あふれるプレー、高確率のアウトサイドシュートを買われて、次第にチームの中心選手となり、3シーズン目には全試合出場を果たすなど、NBA3 連覇に貢献。2002年に新人契約が終わると、チームはジョージの活躍を認めて複数年契約を提示した。2006年8月、レイカーズから買い叩かれる形で、 フリーエージェントとなったジョージは、ダラス・マーベリックスと2年420万ドルの契約を結んだ。シーズンに入るにつれて、エイブリー・ジョンソンヘッドコーチの信頼を獲得し2007年7月には、チームと1年250万ドルで契約を結び直した。2009年、トロントラプターズに放出された後マルコ・ベリネッリとのトレードでゴールデン・ステート・ウォリアーズに移籍。 2009から2010シーズン以降は契約に名乗り出るチームもなく引退した。ディフェンスに定評のあるシューター。ハッスルプレーやボールハンドリングも評価が高く、ポストプレーにも強い。しかしながらゴール下からの得点力やミドルシュートの成功率は改善が必要である。本来のポジションはスモールフォワードだがエースストッパーとして シューティングガードとマッチアップしたり、リバウンド力を買われて、パワーフォワードとして起用されることもある、スイングマンである。ありがとうございます。